はい、どうも、パンガーデンの稲毛です。新倉です。本日はですね、このコアントローというリキュールをご紹介させていただきたいと思います。美味しいやつですね。これ、そうです。オレンジフレーバーでちょっと甘みのある、ホワイトキュラソーというですね、分類に入るコアントローというリキュールですね。アルコール度数40度ありますけども、まあ僕の中ではリキュールの中の王様みたいな感じで、でいろんなカクテルにも使えますし、お家にこれが1本あると自分でオリジナルのカクテルを作ってみたりとかですね、いろんなカクテルが作れるホワイトキュラソーというリキュールをぜひご紹介していきたいと思ってます。私もこれぐらいならちょっと飲めるのでね。はい。楽しみにしてます。甘くてオレンジフレーバーです。はい、本日はですね、こちらの材料を使って3つのカクテルを作っていきたいと思います。はい、まずコアントロの味が一番分かりやすいコアントロのソーダ割りを作っていきたいと思います。はい、では氷をまずですね、こちら2、3個入れて、コアントロですね、これ 45cc、 まず一度コアントロを冷やします。氷となじませて、で、お湯通り、を入れていきます。で、このまま飲んでもちょっとコアントロの甘みがあるので、レモンをちょっと飾って、はい、コアントロソーダ、これでコアントロの味が一番わかりやすいカクテルとなります。はい、続いてですね、ワインクーラー、もし飲み残したワインとか赤でも白でもロゼでも大丈夫です。こちらを使ってですね、プロのカクテルワインクーラーを作っていきたいと思います。まずは大きめのワイングラスにオレンジジュース、シュガーシロップですね。通常はグレナデンシロップといって、ザクロの果汁の入ったシュガーシロップを入れますけども、家庭にはないと思うので、こういうガムシロップで全然大丈夫です。で、コアントロを入れます。一度混ぜます。ここにフラッシュ氷、目のグラスで、ワインですね。今回は赤ワインを合わせていただきます。で、このままグラデーションのまま出してもいいんですけども、やっぱし混ぜちゃいます。ストロー2本と、で、ワインクーラーの完成です。ショートカクテルを作っていきます。シェイカーを使ったカクテルで、僕がバーテンダー業界に入った時に一番最初に基本として教わったカクテルなんですけども、ベース2対コアントロ1、レモン1で、ベースによって名前が違うカクテルができるんですけども、こちらがシェイカーを使ったカクテルで、僕は最初に基本で習いました。コアントロとボッカを使ったバラライカというカクテル、ボッカがあまり味がしないので、コアントロの味がちょっと際立つ美味しいカクテルとなります。では作っていきます。まずはシェイカーに氷を8分目までたっぷり入れます。一度こちら冷感冷やすのと、面取りのためにちょっと混ぜます。面取りすることでですね、シェイクした時に氷の角が割れず、水っぽくならないカクテルになります。よく水気を切って、今回はシャンパングラスを使うので、分量ですね、ウォッカ40入れていきます。2対1の1 20、レモンは、まあ、フレッシュレモン、絞ったレモンでもいいんですけども、こしたりする場合、こういうレモンジュースが
市販で売ってます。ポッカレモンでも大丈夫です。こちらも20でシェイクしていきます。これ一回空気抜いてます。シェイクする理由はですね、お酒をまろやかにするのと、お酒に空気がまとわりついてトゲトゲしさがなくなるという。はい、バラライカの完成です。では、新タイムですね、はい、ワインクーラーです、ね、赤ワインとオレンジオレンジジュースとコントローと、はい、いただきます、はい。梅って言い方いいまあオレンジのですねフレーバーが入っているのと、うん、ワイン飲み飽きたりしてね残っちゃったなっていう時なんかね、うん、赤ワインで作ってますけども、もちろんロゼでもいいです。たったそれを混ぜるだけ、本当にお店で出してるプロの味で、まあコアントローってどんな味なのかな知らない方はこのソーダ割りでぜひ試していただきたい。じゃあ今度は、はい、ソーダシンプルなソーダ割りいただきます、はい、でコアントローがちょっと甘いのでね、お好みでレモンを絞ってください。じゃあ最初そのままいただきます、はい、そのまま。やっぱりそうなんです。もともとオレンジの皮の苦いオレンジ、甘いオレンジと蒸留酒をこうリキュールにしてるんで、もともとはトリプルセックなんて名前で販売されてました。じゃあちょっと果実っぽさを入れて絞ってみます。はい、これのこれでいただきます、はい、あ、これはこれでフレッシュ感が出ますね。ですね、うんうんうん、では最後、はい、ちょっとね可愛いやついただきます。こちらはバラライカ、はい。でこちらベースをですね、ブランデー、テキーラ、ジン、ラムとかに変えるとまた名前違ったカクテルの名前になりますので、ウォッカ入ってる、ウォッカですね、はい、ウォッカのパンチ効いてますけど、やっぱコアントロの香りもいいです ね、 ホ ワ、 ね、ホワイトキラソーの王様なんて言われたりしてますけども、ぜひぜひ家でも簡単にできますのでね、試してみてほしいと思います。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ごちそうさまでした。